姉ちゃん、どうしてこの姿に。虫、電気を放出することができるみたいね。放電しているときに攻撃すると感電してしまうから気をつけなさい。電気、雷の力ってことだよね。触れるとビリビリしちゃう。ええ、電撃を食らうと少しの間しびれて身動きが取れなくなってしまう。じゃあお姉ちゃんの悪魔が使っていた魔法と、あの雷、頭の中がチカチカするし、体中焼けるみたいですごく痛かったの。まったく弱音を。確かに強力な雷魔法だったけど、あなたの体は聖なる力で守られているのだから耐えられたはずよ。そんなこと言われても、あのビリビリを受けている間は本当にすっごく痛くて何も考えられなくなっちゃったの。 Thank you.
の底から大地の魔力が吹き出している。魔物たちが住処にするわけね。あの魔力の流れによれば空中に浮かび上がれるはずよ。そのまま食べられてしまうから注意しなさい。ずっと見てたら気持ち悪い気分になってきた。この大きさなら羽に飛び乗れそうだね。
こんな巨大なものは魔物に襲われる前は元価値のある鉱山だったのでしょうね。今では見るかではないけど。クリスタルの波動を感じる。それにあの女の魔力も。お姉ちゃん、ようやく会える。優しかったお姉ちゃんが魔物にされるなんて。絶対に元に戻してみせる。Yeah.
その人間を元に戻したいなら、まず消耗させて動きを止めるのよ。お姉ちゃん、必ず元に戻してあげるんだから。ねえ、二人で何の相談をしているの？仲間外れなんて寂しいわ。すごい、騎士を捕らえる。サキュバスのように洗脳して手下にでもするつもりだったの？お姉ちゃん。